ただ一人きり、ベイベー、このまま君をドアで It's a baby bye キミオくんしか出、キミオくんしかっていうか、僕キーすごい狭いんで、はいはい、これキミオくんやったら出るんで、はい、ってことで、はい、天才バンドの曲に しようかなっていうことでやりましょうか。でも最近結構やってますもんね。あのそれ歌ってないですか。これ歌ってない。これずっとやって、ね、作ってんねんけど。その行きたいメロディーが自分の声出えへんところに普段行かんようにしてんねんね、はい、行かんようにしてんねんけど、はい、もしかしたらいけるんちゃうかなと思って行ってみたら今みたいなことになったから、はい、これも後日キミオくんにあの歌詞渡して「もうお願いします」って「もう、はいはい、僕出ませんでした」って言ってもうやってもらおうかな。はい、ということで、今日のプリマー、はい、1番「こたつの」季節ってことで、はい、まあこたつといえばくっすんですよね。その領域世界平和なんですけど、はい、そのもうそもそももともと今日、はい、もうプリマは出てますけど、はい、何がいい さっきふわー入ってきたけど何がいい。ちなみにやね、ちなみに俺はこのボーダーはボディーワイルドが出してる寝巻き用のボーダーやね、はい、寝巻き用やね。ここにあのボタンあるのってそういう感じですね。そういうことやね。分かってんね、はい、そのいや三年さんなんかちょっとなんやろこのボーダーって思ってんのは分かってんねんけどそんなに聞いてんねん。違和感は分かってんねんけど、はい、今寝巻き用やから、ね、その言ったら定位で言ったら今日はサンマのママみたいな手や自分のマンションの一室で、お知り合い迎えて、はい、トーク番組するみたいな。ちょっとゆったりしてる。そうそう、手いで、手いで、誰がマンマちゃんやねんって突っ込まんでいいで言わんで大丈夫やねんと、はい、いうことで、はい、まあ、そのこたつ出すか出さんかっていう問題もあるんですけど、はいはい、そのクスンが、はいはい、まあ、この間も説明した通り、ね、その僕とクスノ の、はい、あのバンド名列伝があるわけじゃないですかそれでもまだ解決申した、あ、そうか。いや、これね、すごくないですかこれね、この間ね、はい、だからその最初ね、まあ、ちょこの間見てなかった人がもしいたら今、はい、今何ビューですか今、ちょっとそのビューによっては30です。説明しましょう。では説明しましょう。クスノ両一世界平和ね、はい、まあ、この名前、まあ、僕がもうだいぶ前にもう1年以上前につけたんですけど、1年ぐらいかな、はいはい、でそのバンドでやるときはどうしたらいいんですかみたいな感じで、はいはい、バンドでやるときはクスノ両一世界平和バンドでやったらええやんけ で、まあ、最初そういう流れ、ね、そうそう。で番長とかもそれめっちゃええやんとか言って、はい、もしクスノほんまにドラム困ったらその名前やったら俺叩くわみたいなめっちゃ乗り気やめっちゃ乗り気やで番長基本あいつ全部乗り気やけどでいつでも何でもかんでも乗り気やけどけどいつになく乗り気にそれやったら俺叩くわみたいな、はい、で番長が叩くとなったら、うん、それはそれでまあ気使うなっていうところもあるで後輩やから、はい、でもこれはもういい名前や、はい、バンジョがやるということは、はい、で言ってんのに1ヶ月後ぐらいに「サナデさんちょっとバンド名なんですけど」でいろいろ考えたんですけど僕にめっちゃいい名前考えてボアムボアムどうすかボアムボアムどうすかって言い出してああ言ってましたねボえボあやんもうそのなんかボノボとかあるしボアダムスとかあるしそのいろいろあるからボアム、うん、でこの僕も S 読まないパターンなんすよみたいなやつ入れてくんでそうそうそう知らんがなみたいなことやんでその
もうちょいもう1ヶ月ぐらいもう一回考えて、はい、ちょっとお前ほんま それはあかんと、もうかぶってくるからもう一回考えてこいよ。で1ヶ月後に2人で自転車乗ってたら、サーネさんあったんすよいい名前って言ってワームからね、ワームからね、はい、まあまああったんやったら一回聞くけど、はい、大丈夫なんやろなみたいな、大丈夫です大丈夫です、全然大丈夫です、ちょっと言ってみろよって言ったら、リプルトーンって言ってそれ、ね、なんてあリプルトーンそうってなりますよね、うん、そなんやあれか、そのミューズホールとか大阪で言ったらまあそういうとこに出てその大学生で組んだバンドのなんかボーカルの子が女の子で、キーボードも女の子でギターとドラムとベースだけ男の子の、やったらベースとかギター低い位置で構えてる系のバンドの名前が、大学生で組んだ時の名前がリプルトーンやったらええけど、今お前何歳やねんって言って、25っすって、あかんあかんあかんって言って、もう1ヶ月考えてこいってもう1回みたいな、はいはい、でその間にワンダフルボーイズで逗子海岸で夏ね、まあ、湘南というか逗子というか、その砂浜で、音玉というね、場所でライブした時にもう、まあ、お客さんも来てくれたし、まあ、いいライブできたし、でクスもその時サポートキーボード、はい、岩井さんあかんくて、はい、でクスもすごいいいプレイして、ですごいもう今日良かったなっていうので、はい、やっぱ海いいっすねサンデーさんとか言ってもうすっごいもう海風すっごい感じながらクスが言ってた2日後にいい名前あったんすよって来て、まあ、もうどうしてんどうしてんどうしてんって言ったら、トコナスどうすかって、トコナスなんてトコナスは英語なんですか、多分さ、TACO やろな、はい、TACONAS トコナスやろな、え S は読むんやろなそれはその S は読むんやろな、トコナスってお前トコナスってほんまに本気なんって言ったら、ああもうめっちゃええ、もうめっちゃええ名前やと思いますって、トコナスほんまにいけるんか、この先10年20年お前トコナスでやっていけんのかみたいな、やけどほんまにあの海とか夏的なもんすごい出していきたいんですよってじゃあこの間逗子でライブしたからやこの間逗子でライブしたからやんで、でお前ちょっとほんま考えてこいよ、もう1ヶ月考えてこいって言って、この4ヶ月になる戦いが最終4ヶ月後に、やっぱトコナスで行きたいっすわってなったから、トコナスやったらもう絶対俺のイベント出せへんっていうその権力でネジ伏せたやつ最後ギュイーンって結構粘ってきた、粘ったでももうほんまにお前トコナスなんやったらもう一生俺がやるパーティーのフライヤーにはトコナスは乗せへんってって言ったら、2日後ぐらいにクスンが乗らへんやったらクスの両立世界平和バンドにしますっていうその何やねん乗らへんかったらっていうか何やねん、まあでもそれで行けって、はい、で、分かりました、もうそれで、でも基本的に名前は気に入ってるのは気に入ってるんすよ、はいはい、みたいな感じで、はい、なってたのに、はい、この間そのあれ何のあれ東京やったっけ、東京っすね、あの下北のな、はい、下北の周遊イベントっていうか、はいはい、この間サーキット系の11月4日の、はい、イベントで最後終わってもういつになくもう僕ももうビール飲まなくて、もう俺がもう運転するからみたいな、帰り全部運転するから、でもバーンでもう5時間でバーンって帰ったんですよ、もうキュル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 やってキュルキュルで、その間も結構飛ばしましたね、すごい面白い話しながらね、そのあのいろいろ話しながらバーンついて、であまりにも早くついてから、うん、アツテラがちょっと早すぎて電車ないんで飲みに行かないですかみたいな感じになって、ま、梅田に着くの早すぎて、はいはい、でまあ、ニーハオとか、はい、他の番長とかは、まあ、みんなもう車で、はい、まあ、遠いから、うん、もう車で行ったらええやん、うん、もう俺らもうここで、うん、始発まで飲むわで3人で、うん、アツテラド結構あれですもんね、そうそうそう、遠いですもんね、で3人で飲んでて、うん、梅田で、うん、でクスンが
いやー、サンデス早かったっすね。サンデス早いっすね。もう全然僕これやったら苦じゃないっすわとか言って、じゃあやろう、早いやろう、俺の運転安全で早いやろとか言って、その乾杯とかやってて、はい、って言ってたら、アツテラがクッスン、あれ言ったん、あれ言ったんってクッスンに言い出して、あれ言っといた方がいいでみたいな、ちょっと待て待て待て、アツテラ、何なんかクッスン隠し事あんのみたいな感じで、はい、いや隠し事じゃないんですけどとか言って、なんやねんって言ったら、そうそう、バンド名なんすけどって言い出して、え、あれ一回この戦い終わってへんのん、カイト、もうこの間もう終止符打ったのに、もう絶対出さへんぞで、あの、はい、バーン終わったのに、はい、バンド名なんですけどってクスがまた言い出して、はい、朝方4時ぐらいに、はい、なんやねんもうなんやねんって言ったら、そのね、なんていうか名前ね、まあ、僕の名前 X の量っていうのを抜いて、イズ世界平和バンドどうすかって言い出してえ、なんでなんで名前を抜いて、抜いてクスの両立世界平和バンドの名前抜いたバージョンのイズ、どういうことなんですか、分からんねイズ世界平和バンドどうすかイズはクス読みます、あの大文字小文字小文字っす、イズ世界平和バンド、もうクスの両入れろやそれやったらみたいな感じやって、ね、いやでもなんか伊豆から始まる感じかっこよくないっすかみたいなあーあつむどう思うねんって言ったら、はい、いやもうあの何とも言えないっすみたいな、そんな感じで、うん、もう何とも言えないっす、もうなんていうかこれ答え出るんすかみたいな感じで、もうあつてらももう打ってあげん、もう傍観してんで、その最終的に、はい、そのお前な、はい、名前なんつうねんで、クスの量です。で、伊豆世界平和バンド、やったらわかるで。伊豆から始まったら、そのフライヤーで、その伊豆世界平和バンドの最初の伊豆小文字やったら、その左側はほんまは何やったんやろなって思うんやみたいな。ちょっとあのまたちょっとね、フライヤー間違ってる感じとか、そうやね、出てるやんみたいな。誤字脱字の仲間になるやん。ってことで、またネジ伏せバーンってネジ伏せで、乾杯してんなもうほんまくっすん、こたつだし、やだからちょっとなんかそわそわ聞こえるんで、ちょっと、はい、来てはるんちゃうかな、来てはりますかね、先生来てはるんちゃうかな、その、そうっすね、エンターテイメントの世界において日本最高峰の、はい、いてはるんちゃうかな、なんかそわそわ聞こえるけど、もうだからこたつはくっすん、はい、くっすんはこたつを早く出して、はい、こたつに当たってバンド名考えたらあかんで、はい、こたつは出していいけど、はい、もうバンド名考えたらあかんで、はい、まあもうほんまいてはる、はい、じゃあ次ちょっと、はい、トレーニングっていうね、はい、お題なんですけど、ちょっともうトレーニングといえばもうこの人っていうことで、はい、来てますよね、お呼びしましょうか、はいはい、KTR さん、どうぞ、イエーイあと、おかゆちゃん、おかゆ初恋いっぱい買ってきてくれてるやんか、またその閉めて、ドア閉めや、ほんまに、開けたら閉めや、おかゆちゃんちゃん、ここ行って、その失礼します、皆さん、水飲んでますか飲んでるよ、飲んでます最近その、僕からの、この間言ってたやつですね、そうそう、食事療法、今入ってるんで、水をまず飲めっていう話からなってるんですけど、今いろいろ買っててもらってるから、一回ちょっと乾杯しましょうか、はい、じゃあ、おかゆちゃんもその、ラブソワツアーの、はい、乾杯してなかったから、あ、したっけ、僕しました、出したか、しました、はい、じゃあもう一回しよう、あ、じゃあもう一回しよう、どこでした、もう東京で、確かに、あ、東京でね、はい、うん、大阪は、大阪はしてないです、してないやろ、はい、そのファイナルの時に、打ち上げで、はい、みんなで、はい、しみちゃんは、香川県でその日ライブあったのに、はい、
ガチ高速飛ばして11時45分にコンパスのあの最後の鳴り腐ってもうアンコールで行こうっていうとこ滑り込んできたからはい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 みたいな。すごい。ということでじゃあみんな お酒は飲めるんですか。はい大丈夫です。例えば開けてください。開けてください。はい。そのトレーニングね、そのまあ、デニムス、はい、いろいろあってコンビネーション入ってへんけど、はい、ツアー一緒に来てくれてお疲れした。ありがとうございます。いや、ほんとね、ちょっと申し訳ないなと思うとこもあんねんけど、もうこれあんまちゃんとこう公には言われへんけど、はい、まあちょっと本当はあの入る予定だったんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろあって、はい、まあ、またね、いつか、はい、あのデニムスコンピレーション作ってください。もう、あ、僕らが、はい、あのデニムスの逆襲っていうコンピレーションが作ったらいいですね。デニムオンデニムなバンド集めてみましたみたいなキャッチコピーで。デニムスの逆襲。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあデニムスの逆襲っていうイベントタイトルやな。そのそうでした。一昨日あったんです。僕らデニムスのイベントが。どこで、アメリカ村パンゲアです。あ、なるほど。はい。ちょっとあのね、まあ今その言ったらデニムス。あのおかゆちゃんがそのあわよくばからデニムスに変わって、デニムスに変わるときに、はい、おかゆちゃん入ったやん。入りました。でそのおかゆちゃんが入ったことによる、なんかもうその俺らの、はい、うわほんまにこんないいやつどこにおってんっていうぐらい、そのすっごい嬉しかったよ。そのおかゆちゃんっていう子初めて登場したときに、はい、あ、マジですか。あ、こんな歌えてギター弾けるやつおってんやみたいな。そうですね、ですか。しかも地元の友達なの。もうそれほんまにそのちょっと感謝して。みんなに手塚治虫に感謝して。今しょ。感謝してとりあえず。いや KD さんもほんまに、ね、あの僕らねもうちょっとあの夜な夜な。ストリートトレーニングっていうストリートトレーニング僕たちしてるんですけど、始まったね。始まったよね、はい、なんか長堀通りとかで、はい、もう夜、まあ夜な夜なっていうかもう夜9時とか8時とか10時ぐらい、まあお互い時間合う時に、はい、長堀通りとか例えばタニオンの公園とか、もう道端ですっごいトレーニングしてんねん。もう道端でスクワットとか夜っすか、夜もうなんつうの腕立て伏せとかしてんねん。あとその公園行ってその運転でありますね、あるやん、あれで懸垂とかして走って、でその僕はスケボーで走んねんそれを KD さんがあのジョギングでついてくる自転車らしい。そうそうそう、めちゃめちゃ面白いです。他の人無言でやってるけど、むちゃむちゃおもろいよな無言でやってる。公園になんか 700m ぐらいのコースがあるねん、タミオンの公園に。でそこでまあ散歩する人とかいろいろ散歩する人とか犬の散歩とか自分の散歩とかいろいろいてはんねんけど、俺らは無言で、俺がずっとスケボーでこう行ってる後ろを KT さんがジョギングでついてきて、 KT もっともっととかやって、そのもうマジ世界狙うぐらいのテンションで KT さんも走ってはん。一切笑わないです。でその走一周してもうすぐ懸垂、あの12回、10回、8回、6回、4回、3回、2回、計算、もう1回とか言って、KD さんが、あーって言って、入った水飲みましょう、みたいな。500を飲み切るまで。500を飲み切るまでトレーニングが終わらない。全部飲んじゃダメですけど。どんなぐらい時間やってんすか。でも、その20分ぐらい。もう20分でも、マジ休憩なしで。はい、いろんしんどいですね。まあ、いわゆるサーキットトレーニングっていうやつやねんけど、はい、それ有酸素を混ぜて無酸素をするっていう、うん、このトレーニング業界でいうところのもう一番その凝縮されためちゃめちゃみんなにやってほしいです、ほんまに、これは。でも KD さんがその今年のラブソファーツアーでその毎回毎アンコールで成り腐っても歌う時に奇妙くんに T シャツ脱がされるっていうので41歳のもう赤裸々な体を皆さんにあの見せつけて、すごいその笑いが起きて、でもあの体赤裸々すぎるから41歳隠しきれてない映像見た時に
ほんまにもうあかんなこれ。映像見た。気持ち悪いって自分で。で今ねもうね多分ねこの間多分2週前かなあの、はい、プリマで出てくれた時より。あそれも、はい、ちょっともうねちょっと引き締まってると思うんです。ちょっと。ちょっと顔はね、ちょっと KD さんちょっと顔をちょっと抜いてもらっていいですか、アップで。ちょっとね、2週間前よりかはちょっと違うと思う。どうですか、KD さん。どうですか。こっちから、ね。ハブエ調子どう。ハブエ。ハブエも調子いいんじゃない。チューニングボンチューニングボンみたいな感じになりましたって言うけど、なってないそこまでの破壊力はない。ハブエでそこまでチューイングボーンで影月ダーンならへんそうっす、ね、KD さんのハブエではそうっす、ね、フューイーではならへん、ね、ならないです。いや KD さんでも、でもすごいもう食事とかも全部説明してで何からだからねその食事のトレーニングも結果そのトレーニングするっていうことは、うん、体を一回筋肉を壊すっていうことやから、はいはい、修復可能するために、はい、修復するために例えば今トレーニングしない時のお茶碗一杯のご飯あるじゃないですか。これが普段まあ 40% しか吸収してないんですよ。あともう 60% もう排泄にしてるんですけど、トレーニングすると体修復せなあかんと思って5、60% 吸収しだすんですよ。っていうことは同じ量食べてたら絶対的に太るんですよ、うん、トレーニングしだすと、はいはい、だからトレーニングは徐々に厳しくで、その取る摂取カロリーは徐々に減らしていかないともう絶対的に太るんです、うん、これが微妙になっていてちょうどいいちょうど痩せないぐらいで、うん、でこれがちょっとずつこうカロリーが減らしていくとどん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 引き締まってしまうんです。もうこれはで最初の今1ヶ月はそれとの戦いで、あの体に今あの僕こういう体になりますよっていうのを教えてるとこなんで、うん、あの体はねあの本当にぐうたらにできてるんで、あの新しいことは一切やりたくないんです。でだから、もうこのままでいましょうよでずっともうなんかもう汗とかかきたないっすわやねんけど1ヶ月ぐらいやりまくったら、うん、わかりました。もうやらさせてもらいます。もう そんだけ言うんやったら、もう僕らやらさせてもらいますって、その細胞たちが言い出すんです。細胞たちがもうみんなこうし出すんです。はいはい、1億 何千個あるという細胞が、もう KD さんに敬礼し始める。ちょっとね、ちょっと気づき始めてますね。気づき始めてます。2、3人は敬礼し始めてるやろ、細胞の。わかりましたっていう感じになるんですよ。自分も、ね、言われて、だからちょっと本当に 顔だけちょっとなんかすっきりしだしてる、うん、首周りが、うん、の骨がねちょっと出てきた感じね。そう骨が出てきたっていうかその骨が出てきたんじゃないけど骨が出てきた、なんだエヴァンゲリオン化してるエヴァン世代ではねけど、まあ、そういうので KD さん今トレーニング中で来年の来春にはKD さんを僕の目標は羽賀健二みたいにするんする予定なんで KTR 羽賀健二化計画もう、いやもう半年もないもう言ってる間に羽賀健二化すると思います。追い込んでいかないとね、やばいですね、焦りますね僕。 KD さんもうでも食事が一番嫌、はい、って思いますね今は。今はね食べるの夜はほんまにそう、あのいっぺんに出そうなよっていうボディービルダーの人たちの離婚率がすごい高いんですけどそうなんですか。そうやねん。でそれはやっぱ食事やねん。食事があの普通の人と全然違うから、結婚しても奥さんとか子供とかもうやってられへん、外食絶対せへんし、でもその、あのどこどこさんでこの茹ですぎてもあかん、あの茹で上がってなくてもあかん、そうそう、めっちゃ厳しいね。あの例えばあのアニマル浜口さんが、はい、今もあのワッハッハワッハッハってやってますけど、はい、20年前 その日本あのボディービルダーの日本チャンピオン取った時のアニマル浜口さんの
朝の朝から夜にかけての食事の中で野菜とかささみは取るんですけど、はい、ご飯は毎回3回取るんですけど、うん、あの仏前に備えるちっちゃいやつでお米を食べてたらしいんです。そんだけ、それだけしか取れないんですよ。こんだけでしょ、こんだけ、こんだけを3回もうその鳥の餌ぐらいの量で日本チャンピオン、でもボディービルダーで日本チャンピオン取ろうと思ったら、あのほとんどもうそれぐらいの食事じゃないと取れないんです。やっぱりトレーニングして、なおかつその無駄なものをカット していく中で、それはすごいですね。でもささみとか例えば納豆とか豆腐でその植物性とか動物性のタンパク質、良質なタンパク質は取るけども、炭水化物はもうその仏前のあれと一緒や。えぐいですね。そうやね。でもこれをずっとやるとなったら、そのもう多分デートとかできないでしょ。もうそれ言ったらね、なんか食べに行こうとか、ね、クレープとか買えないですよね。クレープとかもうほんまに並ぶとこまでは一緒にやってくれると思う。並んで自分の順番来た瞬間全然 U ターンするとか全然違うとこ行くの。買いやこれきついですね。けどそのほんまにあのビルダーの人たちとかは、その特にそういうトレーニング、その大会シーズンの時はあの食べられへんから、そのコンビニに入んねんて。ほんでコンビニで全あの食べ物をずーっと、だから僕らで言う本立ち読みみたいなのあるじゃないですか、はい、ジャンプ読んでヤンマが読んでみたいな、はい、だからそのご飯を立ち読みすんねんて。そのうわ買わんけど買わんけど食べられへんけど、はいはいはい、このなんか釜飯弁当を食べたらどんな気分なんのやろうな、うわ幸せやろうなホックホクするんやろうなねあーってなって、その次またそのポテトチップスとか見て、うわービールとポテトチップスって一体全体誰がそんなセットメニュー考えたんやろなとか考えねて、もうそうで、それで満たされて帰んねんって家に。で家で満たされるんすね。家でほんまにもうこれぐらいの野菜スープ飲んで、とにかくトレーニングして寝るっていう。でもこの生活、ちょ体に悪いですけどね。体に悪いですけど、でも本当にその痩せる時っていうのはトレーニングだけでは絶対痩せないんで、やっぱりその摂取カロリーとの戦いなんで、 KD さんはもう僕ね、何やったらもうこの初めて今2週間ぐらいなんですよね、ちょくちょくやり始めて、はいね、2週間経ってないぐらいかな、はい、まだ経ってないですよ。で、これ今の段階ではまだ KD さん僕に泳がされてる状態なんですよ、はいはい、このすごいなかなか厳しいトレーニングを一緒にやって、あのうわしんどいなとか、 KD さんこれめっちゃしんどいっしょとか言って、はい、2人でハーハー言いながらやって、いやでもなんか体動かすっていいよねで今は終わってるんですけど、うん、これは泳がされてる状態で、これが次のステップになると、はい、その僕KT さんの家行ってお母さんと行くんや献立の話しに行くんだ、これが次のステップで、このね、そこが一番大事なんで、だからね、僕らねバートレーニングして水飲んで、まあでもちょっとビールでも飲んで帰ろうかみたいな感じになるんですけど、はい、あのなった時は KT さんの居酒屋でまず食べるトレーニングをしてるんです。これはすごい、これすごいでしょ。これは飲んでいいんやと思って、うん、飲んでいいビールは、うん、あそうでもその食べる順番とか何を注文するとかは厳しく、あの KD さんは一切決めれないんです。こっちで僕がそのあのタッチパネルを押してるんですよもうどこか分かりません、大体分かりません。もう野菜見てるだけです、漬物、はい、野菜いっぱい食べてから、はい、また水飲んで、はい、野菜食べて、漬物食べて、塩分入れて、はい、水飲んで、はい、ビール乾杯みたいな。もう、KD さんでもね、でもあの楽です、ね、文句、何一つ文句言わず、うん、はい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 って言ってるけど、
でも KT さんってもう言ったらこの間ね、キミオ君と僕と清水君と KT さんで飲んでた時にもうキミオ君なんかあれ大阪のビッグキャットのトラベルのワンマン終わって、うん、次の日オンジェムでライブソロで会って僕らコンパスで KN さん の, あのイベント遊びに行っててでその自分のライブ終わってあの KN さんのとこコンパス来てくれて「はいはい、キミオ君お疲れお疲れ」とか言ってでまあちょっと軽くちょっとキミオ君まあ明日福岡でワンマンやから、うん、あれやねんけどまあちょっと行きますかみたいな感じになって、はいはい、で行きましょうかみたいな感じで、はい、キミオ君行ける大丈夫とか言って「いやちょっとぐらい行けるよ」とか言って飲みに行ったんですよね行きましたねで、あの途中でしみちゃん合流したりして、はい、でその2軒目まで突入したんですけどまあまあもう深い時間になっていってたんですけど、はい、まあ1時間ぐらいはキミオ君が、はい、あの KT さんに「じ、は、ゃ、い、お前なほんまに KT さんっていうか加藤さんなほんま世界に通用すんねんからマジで俺期待してるから」みたいな感じで。はいはいすごいなんか、いや怖かった、怖かったよね、あれは怖かったよ、はいはい、俺も怖かったのそのなんていうのギャグなんか、はい、怒ってんのかどっちかも全然わからないんだけど、はい、KIT さんマジ加藤さんマジ世界なあもう目そら世界通用するそらしたらあかんわって世界通用するし世界なあ KIT さん今何歳になったんでしたっけ41歳世界 KIT さんYouTube それこないでも言ってますねここでねそうそう終わってからもうずーっと世界 YouTube KT カドさん世界 YouTube でキミオ君ずっと言い出すからもうほんまにキミオ君もすごいやっぱりその認めざるを得へんみたいなほんまに思ったパフォー、パフォーマーやと思ってはるねん、うん、でその KT さんのその今のそのまあ今のセキララな41歳の体もすごい面白いねんけどその例えば芸人さんやったら絶対鍛えてあかんけどその面白い体じゃないと絶対あかんから、まあ、今のままがいいねんけど、うん、KD さんもどう考えてもミュージシャンやからそうっすね一旦ちょっと羽賀健二もしくは黒夢ぐらいのめっちゃやられてるじゃん気を張るぐらいの勢いで俺イメージしてるからなるんすかね刑事だよ世界やから世界 YouTube 教育最後絶対 YouTube っていうからもう やりますっていう感じでやるからねトレーニングしてんねんけどまあでもそのまあクッスンは今そのバンド名トレーニングの途中や途中やなちょっと聞こえましたよなあ知ってるそのクスのもう説明せえへんけどクスの両イズ世界平和とサンデーカビネットのバンド名対決みたいなバンドこの俺の俺にすごいいろんなまあだから、まあ、ボアーム、リプルトーントコナスとかねそうすっごい変な名前でバンドしようとしてるからみんな全力で全力で嫌いじゃんいやけどあのデニムス出た時一緒におったもんなおかゆいましたでデニムスを考えてる時にカマチューとおかゆちゃんと俺と3人でコンパスの前で階段のとこで、はいはい、あんなもん、まあ、冬やであれそうそうもうあれ冬やで冬に3人で外でやでちょうど今ぐらいですよぐらいの、はい、ちょっと寒なったぐらいかじゃあカマチューとおかえちゃんがなんかバンド名ないっすかねみたいな感じで、うん、そこもでその 今どう思ってんのみたいなどんなバンド名なんとかいろいろあってんけど、はい、まあそのいいねんけどうんみたいな、うん、っていうのでもう3人でずっと出しててんな1時間ぐらいそうですね1時間ぐらいずっとみんなに出し合ってもう俺もいろいろ言ってんけどもうああいやまあちょっとそれはうんみたいな感じやって、うんうん、でその中で途中デニムスどうなんっていうの出してんけど、うん、まあうんまあまあそれも分かりますわみたいな感じやってんけどその時はしっくり来てなかったけど、はい、後日、はい、デニムス行きますみたいなメール来て急に使わしてもらっていいっすかみたいなデニムス
いや俺もやっぱりデニムス、俺デニムスって言った時に、うん、ホームラン打った気分やってんけど、バーン行ったと思ってんけど、だからまあ分かりますみたいな感じで。いや、もう結構稲妻落ちてたんですよ。落ちてた。こう脊椎に稲妻落ちてたんですよ。バーン来てたよ。めっちゃ隠すやん。でもなんかちょっとなんですか、新しすぎるというか、これを日本にもうすでに持ち込んでいいんかなぐらいの。なんかちょっと15年早いっちゃうかなとか。15年早いってことは遅いと一緒ってこと。一周してる。一周してる。なんかいいんかなっていうのも半分あって。ズキン来てたでも。ズキンは来てました。めちゃくちゃ来てて。でカマチも多分来てたと思うんですけど。ちょっと隠してたんじゃん。ちょっと恥ずかしいから。その時に。やっぱそのズキュンってなったとこ見られて恥ずかしいから、そうだやっぱりな。まだちょっと尖ってるとこがあったんで、一旦持ち帰って、持ち帰るやいないやデニムスしかないなって決まってるんです、決まってるんです、決まってるんです、はい、ほんでな、でそう、まあ、もう言ったらもう、まあ、もうすぐ売れるわけやん、言ったらデニムスもな、結果そのフレークレコードからな、デモ音源とか出たりして、まあ、いろいろなレーベル経由したけど、今とりあえずフリーというか、とりあえずフリーやねんけど、デモ音源だけフレークレコードがあのに置いてもらってって感じで、そうもうソロダウトしたわけや。でそういうふうにそのなんていうの、縁起がええわけや、そのやっぱり名前がいいっていうのは。やのに複数の領域で世界平和は縁起が縁起、このまあええよ、もうええよ。ほんまな、でもな、もうええで、分からんかった、分からんかったでええねんけど、そのどれぐらい縁起ええか言ったら、はい、その KT さんのそのおとといかな、昨日かな、おとといか昨日やったっけ、あれ KT さんのソロのライブ天までやったやつ、昨日ですね、昨日かあれ、昨日見に行ってて、僕も KT さんのライブ見てたんですけど、電話でその来てるお客さんで女の子で一人、あの妊婦さんいてて、うん、もうサンデーさん新しい命がもうすぐ生まれるんですけど、はいはいはい、名前つけてもらっていいですかって言われて、そう、それはちょっとすごいやん、ちょっと、それ解約しますよ、それ、うん、旦那さんはそれはやばい、まあ、どうなんやろな、だからもう全力で断ったけど、お断りさせてもらったって、いやその奥さん気持ちは分かりますけど、いやそんなんありますお気持ちは察しますけど、その僕が名前つけたところで、そのミュージシャンとして、そのミュージシャンの、しかもインディーズの、しかも大阪のアンダーグラウンドとしては成功しますけどそれでそのね、その食べていけるとかそういうのじゃまたないのでみたいな感じで説明、びっくりしますね、説明しました。そんなこと言われてたんや、あるよ、なんか喋ってた、いやでも全然あるよ、その ある他でもあるも、はい、ある、はい、はい、しか言えないいやけどそれやのにやけど、まあ、だからでもまあ、トレーニング、まあ、クッスンはだからバンド名トレーニング中やしAD さんは羽賀健二オア清春トゥーザートレーニングやから、トレーニングトゥーザートレーニングのあれって感じやから。おかえちゃんは最近なんかトレーニングしてる？トレーニングですか？何にも。おかえちゃんがその勝手に決めてる、はい、スロータイムコミュニケーションというイベントの、はい、スロータイム四天王って勝手に決めてるんです、はい、勝手に決めてるんですよ、モノマネ四天王みたいな感じで、はいはいはい、スロータイムコミュニケーションね、2ヶ月に1回コンパスでやってる、はいはい、その普段やらないことをやりまくろうっていう平日に、はいはいはい、だから例えばワツシゾンビの谷村ボーカルのジュゲムが、はい、ソロで、詩を読んだり詩を朗読したりその後に爆音でブワーン鼻が空いてるって言ったり、もうその爆音でもうあんな規制みたいな声で鼻が咲いてるを言ってましたね、この間は芸術したね、うん、で、もうもちろん KT さんはそのスロータイムのこの長年の歴史の中でも、はい、
スローダイムコミュニケーションで言えば昔は僕とかキミオ君が最後鳥に出てきて2人で出てきたりして、あのよかった、すごいいいよねっていう感じだったんですけど、まあキミオ君も忙しくなってもうなかなか出てもらえなくなって、で僕もそのままソロとか、まあ最近ではテッシーとかと一緒にやってるんですけど、その中で KT さんがここ2年ぐらいのスパンでいつも出番一番最初だったんですよ、ずっと最初でしたね。最初だったんですけど、その1年経ったあたりからすごいなんかその KT さんを見たいと、KTR さんを見たいけど時間が早いから見れへんというお客さんの要望がね、いろいろあって、だん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 その出番が深くなって、もう今ではもうスロータイムのもうトリといえば KTR さんだったんですけど、でその時代があって、KTR 政権が続いたんですよね、スロータイムでは。ちょっと ね。でもその KTR さんがなぜトリであんだけ君臨したのかというのは、もちろん KTR さんすごい、もうすごいキレキレですよ、毎回スロータイムの時は。特にスロータイムの時はトリなんでね、普段ね、 KT さんがそのソロでトリで出るイベントとかもうスロータイムコミュニケーション以外ないので、もうねそのもう旗でスタンドアップジャパンってもう赤スプレーで書いてる白い旗持ってきて、それバーンステージに置いて、でその上で始まるんです、あのロックですよとか言うんですよね。言うんですよね。スタンドアップジャパンの、あの旗の上でね。スタンドアップジャパン踏んでますから。踏んでますから。あと自分で書いて、なんで踏んでんのかなと思います。まあまあステージという意味で。はい、まあでも、まあ、J を揺さぶるってことですからね。KD さんいつもね、ラップの中に J を揺さぶるって言うんですけど、その J は何でしたっけ？ジャパン日本を揺さぶるジャパンっすやけど、その KT さんがあって、でもそれ なぜトリで成立してるのかといえば、あの中盤に必ず出てくる清水敦史くんがいてるからです。中盤で一回やっぱ来てよかったって清水敦史で一旦こう納得してもらって、例えばジュゲームとかはもう爆音で鼻が咲いてるって、まあちょっと苦手な人もいてるじゃないですか、うわーってなる人もいてるし、ちょっとこうちょっと弾いてしまうみたいな、その爆音やし、一人でソロやのに上から苦情来るんですよ、ジュゲームのライブもう僕もそれがヒヤヒヤで毎回、でも苦情来るぐらいしてほしいからジュゲームには。でもそのそういうのもあって、でもしみちゃんがその中盤でバーンって出て、でその、まあ、このしみちゃんが四天王の一人なんですよね、おかゆちゃん曰く、はい、僕の中にでそのしみちゃんが出た、しみちゃんの前後ぐらいに、はい、大野雄也が出るんですよ、でこれも四天王の一人なんですよね、はい、でこれ大野雄也としみちゃんのこのなんていうかシルエットも一緒その人となりも一緒その声ね、声の普段の小ささとか、まあ、ね、でそのすごいなんか女の子に人気のあるところも一緒、うん、この、大野雄也と清水敦史っていうワンツーが中盤で行われてるというのがまず大きいんですよね、うん、スロータイムコミュニケーション、はい、でその、中あの KT さんがトリデっていうのが定着した間ずっと一番手をやってくれたのがおかゆちゃんおかゆちゃんだって、でおかゆちゃんがやっぱおかゆちゃんちょっとやっぱ一晩止めでずっとやり続けるって、うんうん、やっぱりねすごいね変なオーラとか、うん、変なスキルが上がってきて、やっぱちょっとおかゆちゃんみたいな声があって、うん、であのおかゆちゃんがトリっていうのが、うん、あの世代交代するっていうのが最近のスロータイムの、感じなんですけど、でもおかゆちゃんちょっとKTR さんほどの爆発力がまだちょっと足らないってことで、うん、でまあ僕がトリやったり、僕とテッシーが、まあ僕とテッシーはだいたいトリ前ぐらいやるんですけど、はい、まあそのおかゆちゃんがトリとか、おかゆちゃん僕がトリでおかゆちゃんトリ前とかっていうので、今おかゆちゃんがその
トリを務めるっていうのをすごい苦悩しながら、あのしてはるんですけど、このだから大野雄也、清水敦史、KTR、おかゆちゃんっていうのがスロータイム四天王なんですよね。おかゆちゃん役勝手に決めてるんですけど、僕が言ってるってことにしてなんかめっちゃ恥ずかしくなってるんですよ。もう、ね、さらっと言うと勝手にどこからともなくそう呼ばれ出したみたいな、呼ばれ出したらいいけどね。このスロータイム四天王に、まあ、ずっと出てんのに入ってないのが楠野良治、世界平和ってことなんですで、そのおかゆちゃんがそのトリでやるとなると、これは楠野良治、世界平和がやるしかないと最初に、そうだね、っていうので、そう、今楠野良治、世界平和が、まあ、大体最初なんですよね。そうですね。で、その誰にも憑依されることなく今頑張れてるんですけどけど、そのまあなんていうか群雄割拠してますんで、今スロータイムコミュニケーションがその今ね、やっぱそのなんていうかデッドヒートがすごいですよね。そのでもジュゲムはね、谷村ジュゲムっていう、あのワツジゾンビの あいつは彼はもうあの絶対的にあの位置を譲らないんですよ。あのスロータイムコミュニケーションにおいて、そのまあトリッキー枠ですよね、言ったら。そのみんなに誰もがいいとは言えないよねっていう、だけどすごいなんかよくよく考えたらあの人気になるよねっていう、この枠は KTR さんとはまた違う、その本気でぶちかますタイプの方なんで、 KT さんはその本気であの自分がぶちまかされたりするタイプなんです。その自分で自爆するタイプの KT さん、 KT さん自らね。そうね、ジュゲームはその爆弾をあのそうす、ね、ドーンってこう、ね、音の爆弾をバーンってするタイプなんですけど、す、ね、KT さんはもう自分でもう自分でも自爆自分で自爆するタイプ音自殺みたいな、やってもたーちょっと演技悪い、ね、ありますね。ね、マーに殺されるみたいなことある。いや、クッスン笑ってるけど、もうほんまクッスン あの抱えてるあのマーはもう悠々白書で言ったらあれがテリトリーや。もう俺らもう近寄られへんやつ、近寄ったら死ぬっていう悠々白書で言ったらね。懐かしすぎますね。いやでもまあそういうことで、まあまあだからスロータイムトレーニング中っていうことでいいですか、僕たち、ね、今日はちょっとね、今日でもなんかポール・マカートニーの2人なんか、うん、なんかインスタグラム上がってましたけど、はい、2人で行ってたの、ポール・マカートニー、それだけではないんですけど、でもまあ行くでっていうのは分かってて、席は全然、はい、全然離れてるんですけど、あ見に行ってた、交流してました、でまあ行こうかな、うん、どうだったですか、ポールは。いやもう僕ねめっちゃ感動したんですよ。でもポール見て、ポール見て、でもねー忘れてたよ、それ忘れてた、なんか面白くないタイミングの間に殺されたやつ、俺の振りも悪かったかも、でもねあそのパターンもあんねん、でもねって言った後のでもねーもあんねん、どっちもおもんないからおもろいから面白くないと面白くない、足したらなんかなるかも、足していきます、足していく、足さん方がいいこといっぱいあるけど、これまあちょっとね感動して、まあ、イエスサデイ僕好きで、うん、来たと思って、あの本当にイエスサデイ、イエスサデイどう始まったん、あのアンコールで、アンコールでその例えばそのバンドのイントロから始まるのか、もうそのポールいきなり家がいきなり行くのかどっちだ、ね、アンコール3回ぐらいあったんですよ、ね、で2回目ぐらいでもうええってみたいな顔しながら、アコギ1本持ってやって、あ何かなと、アコギ1本何やろ、マザーネイチャーズさんか何かなと思ったら、もうコードだけの音で分かりました、ね、もう絶対出るわ思って出てやっと来たわと思って、声ちっちゃない、やっと来たわお前ら、声ちっちゃい、お前らポールの下りから声ちっちゃいの、そこでずっと替え歌を考えてしまったんですよね、僕なんか知らんけど、イエスタデイデリデリデイイエスタデイ、絶対替え歌考えたらあかん、名曲やん、名曲ですけど替え歌考えたらあかんやん、変な替え歌じゃないんで、うん、いいかなと思って、そのもうほんまに、はい、We are the world の We are the world の件、僕ら知ってますよ、シリーズ化しないです、私は死なない、
変な替え歌っすよ、あれ、はい、それを、何小節かしかないですよ、もうないんですけど、まあ、一回じゃあ、一回かゆちゃんが弾けるんで、はい、じゃあそれに合わせて一回聴いていいですか、はい、はい、ちょっとね、歌詞ちょっと忘れがちなんで、ちょっと見ますね、一回じゃあでもその見てる間にちょっとおかやちゃん、おかやちゃんのマジのポールの今日のその最初のイエスタデーのくだいさだけちょっとやってくれ。ああ、いいですか。ちょっとアンコール、うわーってもう3回目出てきて、うわーって嫌そうに出てきたポールは、うわーって出てくるとこやってな、うわーで、あ、そんな顔、もうちょっとそんな顔してないよ今日は。違う、グラサンしてない、グラサンしてない、もういいよいいよぐらいの感じで、でちょっと静まり返って Yesterday, oh my trust. OK, 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 OK. 足すな、足すな。足しました。めちゃめちゃ怖いっすよ。そのな、その、KD さん、まあ、わかりますよ。わかりますけど、その、Yesterday、の次が一番聞きたいことや、とかや、聞きます、聞きます、そこ、そこ、ハブヘそのあとやったらいいよ、わかる、一番聞きたいとか聞かして、やっぱり OK です、OK、 いこう、はい、ちょっとごめんな、ちょっとチューニングはあ、そう、じゃあ、いきますね Yesterday All my troubles is a far away。 ちょ、OK、ごめんな、ちょっと待って、だからそこでやれってなんやねん、そのまま抜群の振り、今もう絶対やらなあかんとかもうできないもうできない二度とないで、あんなまま二度と来へん、いや一回ちょっと黙ったらどうなるか知らんがまあちょっとチューニングしといてもらおう、チューニングしましょう、やけどそれぐらいちょっとチューニングしといて、チューニングしといて、大丈夫です、大丈夫、ちょっとじゃあ KT さんのそのなんかそのいい替え歌、そのいい、そうですね、いい替え歌のいいのができたの、できました、ちょっとじゃあちょっと今聞いてみる、それはじゃあ聞いてください、はい、イエス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 、うーん、イエスだぜー俺はいつもイエスだぜ、多分昨日のことだぜ、大切は今日だぜ、今日だぜあーすごいっすね、すごいっすね、出ました、ちょっと久しぶりにちょっとイエスだぜ笑い、イエス、笑いがちょっともうすごい感動に変わりました、今出た瞬間ちょっと半分くらい聞いてなかったです、イエスだけ最初聞いたんですけど、せっかく見に行ったのに京セラドームに見に行ってイエスだでやせっかくやってくれたのに、10としたら7ぐらいは聞いたんですけど、もう最初からおっぱい浮かんでもう思い浮かんでもうですぐイエスだぜ、昨日のことだで繋がったんやみたいな感じで、この野郎みたいな感じで俺のこの野郎みたいな、なんか降りてきたみたいなこと言ってるけど、はい、人の曲を勝手に替え歌してるだけやから、まあそうですけど、いやけど、まあ、そのしないですね、ちょっとまあ最後ね、じゃ あのもう55分で一回ちょっとあと5分したらもう最後レッツシンガーソングで終わりたいと思いますけど、はい、ちょっともう今のあの今の衝撃的なイエスタデーがちょっとちょっと今何ビューですか？今53ぐらい。53もう KT さんすごいですね。どんな感じなんですか？いつも53もいかない。あの、キミオ君とか来てくれて、いろんな人来てくれたらすごい増えたりするけど、一人の時とかは、まあ、20、30いけばって感じでね。今日いいよね、すごい。いいんですね。うん、でも KT さんほんまにそのさっきのトレーニングの食事トレーニングの話でずっとはいはいはいってずっと言ってるっていうくだりからの
イエスだぜすごい面白かったですよ、はい、伏線がね、伏線がすごいですよね、溜めときましたね、溜めて貼ってようかなと思って、これやっぱりそのスロータイム四天王としては、はい、ちょっとどうなんですか、これはその最後あの年末スペシャルでは四天王コラボもあるんですか、これ今のところ何も考えてない、考えてないよね、お前たちは、うん、何も考えてないけどもないけどもけど、まあ、最後ね、この今年はもうスロータイム11月19日にあれ、もうすぐあれじゃないですか、はい、僕ら全員出るじゃないですか、はい、で、まあ、さっきのそういったそのスロータイムトレーニング中ですから、まあ、ジュギムも出るし、シミちゃんも来て、ね、まあ、いろんな人出て、ね、そのもうウォーサーをして楽しみですね、楽しみですよね、ほんまに。でその今年なんと12月まず21、22、23はラブソファー、はい、年末スペシャル 3Ds なんですけど、24今年もなんと、うん、ラブソファーにあやかってスロータイムコミュニケーションもうやっちゃう、年末スペシャルやるんでこれも皆さんエントリー終わってますか、エントリー終わってますか、大丈夫ですか、はい大丈夫です、大丈夫です、ね、大丈夫、僕も大丈夫です、ここにまたゼータ番長っていうね、番長のソロのドラムバージョンとか、まあ、もうゼータ番長も一時のスロータイムをね、はい、3、4年前のスロータイムコミュニケーションを飾ってくれた、はい、飾ってくれていたというか1年間ぐらい、はい、ドラムだけをするっていう、はい、意外と盛り上がるんですね、これも。で、そのあとね、ちょっと懐かしい面々も、うん、もちろん、まあ、スロータイムスペシャルは来るんじゃないかなと、まあ、もちろん王の釉薬も出るんですけども、はい、まあ、今までのね、やっぱりそのスロータイムコミュニケーションをこう彩ってくれた、うん、まあ、やっぱ昔で言うとアズカタルーパーとかね、アズちゃんとかもよくやってくれたり、まあ、杉瀬さんとかもね、スロータイムやってくれたんですけど、うん、最終なぜかあのスロータイムコミュニケーションが男だけになったっていうそのそうですね、なんていうんですかね、そのなんででしょう、なんていうか、その僕らがあのすごいやっぱり空いてるってことなんですよね、その日程が日程がね、やっぱりその空いてるんですよね、やっぱ女の人ミュージシャン、杉瀬さんもあずちゃんでもそうですし、まあその昔は野村真希ちゃんとかもね出てくれてましたけど、皆さんやっぱりその忙しい方で、僕らやっぱ空いてるんですよね空いてる、ガチで空いてるんですよ、まあそれね、だってそのみんなそのスロータイムコミュニケーションあの日程断ったことないでしょ、ないです、僕も含めて、僕もコンパスから言われて断ったことないですよだから空いてるんです、なんと12月24日もなんと空いてるんですよね、そうなんか僕一旦ちょっとあの待ってくださいと言いました、ね、一旦メール来ました、一旦ちょっと待って、おかゆちゃんさ、ラブソファー3 days の後さ、あのアフターでとか言いつつ、はい、スロータイムコミュニケーションスペシャルやねんけど行けるってメールしたら、一回ちょっと確認しますとかいうあのぬるい返事返ってきて、はい、で1週間後にあのおかえちゃん、あの24日の件やねんけど行けますってもうすぐ書いてきた、行けますすぐ行けますって書いてきたから一回考えてみたんですけど、メール食い気味で返信来た、いや一回24日クリスマスイブなんかあったっけなって一回考えてみた、一緒に考えてみたんですけど何もなかった、いやもうそのなんていうかそのスロータイムコミュニケーションの、まあ、なぜ暇かっていうと、あの全員油断してるから暇なんですよ絶対僕も含めて油断しとる、みんな油断してるから暇なんですよ、あの火曜日でふわっと集まってしまうんですよあれは油断してるから、まあ、特にね、今一番今僕がスロータイムコミュニケーションでぜひ、まあ、僕らももちろんですけど見てほしいのはその市村正美くんっていうね、高校、僕高校市村正美君と一緒で、最初僕が高校1年生になってバンドした時のボーカルが市村正美君だったんですけど、そのもうなんていうかね、もうなんていうかもうハリネズミみたいな頭で、もう裸に学ランで標準の、もう素肌に学ランで標準で、標準が面白い、そのむっちゃ真面目やねんけど
インナーシャツ着てないっていう、もう怖い、余計怖い、パンクロッカーやったんですよ。その市村正美くんがもうずっとあのもう高校以来僕一回ももう会ってなかったんですけど、なんかソロでやってるとかっていうので、たまたま2年ぐらい前に京都のそれもサーキット系のイベントで、はい、ポスターに市村正美って載ってて、あ、これもしかしてあいつちゃうかなみたいな感じで、うん、でそのでもなんか見に行くのもなんかわざわざね、うん、っていうとこもあって、ちょっと面倒くさいなっていう気持ちもあったし、自分らのバンドの出る会場から市村くんが出る会場も遠いし、時間もそのかぶってはないけど移動してたらみたいな感じでいろいろ考えて行かなかったんですよ。でその僕はその出番の順番来て、もうボーダー着替えて半ズボン入って、でもバンド先出て行って出てきて、でテンセンスだったって、イエーイワンダフルボーイズです、ハローって言ってる真ん前に市村正美がこうやって見てたんですよ。真ん前に、近すぎへん、10年以上会ってへんのに近すぎへんと思って、こっちにこっち行ってほしい、こうやってもう市村さん最初こうやって見てて、途中うわーってなって最高やみたいな感じで帰っていったんですけど、その基本的にはすごい寂しい人なんで、まあその彼がずっと10年以上あの人間に対する人間に対するラブソングを歌ってるらしいんですけど、人間というもの自体ににラブソングを作りたいみたいなことでソロ活動してはるらしいんですけど、これが多分四天王にグイグイ食い込んでくるんじゃないか、食い込んでくると思うんで、なんで、なんで、なんすか、なんすか、いやいやいや、ちょっとドキドキする、ドキドキするね、ドキドキするよね。そのでもそのあれやで、その四天王みたいなもんいっぱいあってもいいもんね、その、うん、何天王でもいいよ。そのそれ何天王でもいいよ、何天王でもいい、何この、なんか大丈夫ですか、この盛り下がってる感じなんだろう。ちょっと油断してるやん、油断してるやん、ね、全然もうすぐ終わると思って、あの次のこと考えてるやん、ね、なんかめっちゃピリついてますよ、ほんま、ほんま、いつも緊張してるんですよね、まだちょっとね、そうですね、そうです、ピリついてますということで、ちょっと時間オーバーじゃんで、はい、レッツシンガーソングで終わりましょう、はい、レッツシンガーソングで、今日ほんまにスロータイム、あの四天王のうちのお二人来てるんで、はいはい、さっきも KD さんの聞かせてもらったんで、新しい、あ、そうですね、もう最後、おかゆ、そうしましょう、初恋の、はいはい、おかゆ初恋です、ちょっといい、これ、そういうコーナーなんですか、最後ね、最後歌うっていう、歌ですね、ちょっといいっすか、得意分野で、わかりました、ちょっとこう、あ、いいやついいっすか、はい、絡むんで、じゃあ、ピックもあるんで、あ、これ自分の歌じゃなくて、みたいな、何でもいいっすよ、何でもいいっすよ、はい、何でもいいっすよ、ふさわしい感じで、今日ポール、あ、もう今日ポール行ってきたんですか、はい、行きました、ポールマッカートニー、ました、え、マジで、はい、うわうわ、若い時のポールの顔の T シャツ、なんかでも買ってしまいました、京セラドームでした、ね、買っちゃいました、京セラドーム、ポールスミスみたいに見えるんですけど、うん、見ますね、あ、見える見える、めちゃ油断してるからでもその何二、はい、人で見に行ったの、2人で、いや別々で行ったんですけど、行くってことは前々から知っててぐらいの感じで、終わってから、はい、合流して、あ、アンゴールあった、アンゴールありました、3回ありました、3回もあんねや、はい、すごいな、3回目なんかもあれちゃ う, うちょっとお客さんもあれちゃうの、もうじゃないんすよ、じゃないの、ひっくり返しちゃうんですよ、ただもうでもポールがもうしんどいみたいな、あ、もういいよいいよぐらいの感じ、70か、ポール。でもさ、ローディのね、あの人、何の曲したのか、最後何の曲したの、最後、そうですね、なんか、まあ、なんかあって、うん、2回目のアンコールでイエスタでやってたんですよ、うん、で、間違ってない、え、何ですか、え、間違ってないです、間違ってないよね、2回目のアンコール、2回目のアンコールがイエスタで、いや、1回目ちゃうんですよ、1回目は何、誰、2回目や、2回目がイエスタですね、1回目は何やった、1回目は出てきて、ビートルズ時代の、そうですね、なんか、タイトルが、ね、
3回目じゃないよね。3回目、2回目にもうイエスさんで出た。2回目に、出てきて、うん、もうシャアなしで、シャアなしやでみたいな感じで。でもな、どうやって始まるのイエスさんで。なんかそのバンドのイントロで始まるのか、はい、その急にポールがイエスさんで出てくんかな。ちょっとそれ、それはちょっと、ちょっと一言。ポールが出てきて、もうアコギだけ渡されて、はい、で、嫌がったりして、うわーとか言いながら、なんかね、ちょっとそれ、これやってましたね。眩し眩しとか言いながら、ちょっとおかえり、そのくだりちょっとやってよ、やってよ。そのくだりちょっとやってよ。あ、そういうの、そういうのあって、ジェスチャーがあって、アコギこう、まあ、渡されまして。渡されて。はい、まだやんねん、まだ眩しい。まだ眩しい。そんなやったかな。で、まあこう。Yesterday, oh my child. 僕一番聞きたいやつやん。ちょっと時間かかったけど、そうそうそう、ちょっと俺も油断してたし、意外とゴールゴールなかったって感じで。なかったですね。ということで最後じゃあそのあのもう一回二人で、はい、そのケイリーさんの、はい、何でしたっけ新しい曲。イエスだぜ。イエスだぜ。イエスだぜで終わりましょうか。僕はすぐもうイントロから僕は終わりますよ。入ってるやつでいいですよね。さっきの感じでよかった。さっきの感じ。はい。じゃあ月曜プリムありがとうございました。また来週もあるということで。はい、じゃあ最後KTR さんフィーチャリングおかゆ初恋で、はい、イエスだぜで終わりたいと思います、はいはい。ありがとうございました。ありがとうございました。イエス。イエス、イエス、イエスだぜ。俺はいつもイエスなデイ。多分昨日のことだぜ。大切は今日だぜ。今日だぜ。ありがとうございました。月曜プリマでした。今日だぜ、今日だぜ。いやーすごい、お疲れ様です。お疲れ様でした。すごい、素晴らしい曲ですね。すごいっすね、ほんまに。